ああ。コーヒー。コーヒー。はい、皆さんこちらしておりますさんです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、ワードプレス、いろいろね、見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン。ミニストップさんで購入いたしました。ポッカコーヒーのポテトチップス、ポッカ札幌監修、ポッカコーヒーオリジナル風味、わさビーフで有名な山内さん、149でございます。コーヒー味ってことでしょうかね。1972年の発売以来、私が2歳か3歳の頃でございますね。多くの、ですよね。はい。多くのお客様に親しまれてきたポッカコーヒーが、ポテトチップスになりました。やっぱそうか。今しか味わえない限定の味をお楽しみください。コーヒー味のポテトチップス、生まれて初めてじゃないか。赤いけん、オープン。ああ。コーヒー。コーヒー。完全にコーヒー。完全にコーヒーですね。飲めちゃうんじゃないかっていうぐらいね。はい。ということで、見た目はですね、ババン普通でございますよね。ちょっといただいてみます。すっごい興味津々ですね。いただきます。はぁ。これはね、コーヒーだわ。コーヒーだ、これ。まあでもコーヒーの味のなんとかっておかしいよ。まあ昔からありましたから、まああるっちゃあるんですけど、不思議な感じですね。不思議、うん、不思議だな。コーヒーを知らない人っていないわけじゃないですか。だからもしまあコーヒー知らない人がいた時に、ああなんか美味しいけどなんかちょっと風味のある味だねみたいになるのかもしれないですけど、コーヒーを当然知ってるんで、なんでしょうね、商品として見るつってもちょっと難しいですね、これね。コラボしちゃいましたというね、話題として食べた話のネタになるぐらいな感じですかね。本当にコーヒーやわ。面白い。これ面白かった。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのはですね、山吉さんとポッカさんですね。ポッカコーヒーポテトチップス、ポッカコーヒーオリジナル風味でございました。ありがとうございました。